カセイだよ。パカリサだよ。セイリスチャンネルです。声大丈夫ですか？大丈夫だよ。はい、今回はセイとリサの放課後5日間に密着していきたいと思います。で、今日は、まあ、今学校から帰ってきて着替えてメイクもしたっていう状態ですね。で、これから葉月さんとプリクラを撮る約束をしてるんですよ。で、それがね、葉月チャンネルさんの方に YouTube が上がってると思うので、気になった方はぜひ見てください。見てみてね。見てみてね。はい、じゃあ早速向かいたいと思います。ゴー！ゴー！はい、2日目でございます。で、今日はダンスの練習をしたいと思います。で、全身の YouTube 用の踊ってみたんですけど、 YOASOBI さんの群青っていう曲の踊ってみたをする予定なんだよね。うん。で、今日はその練習の1日目です。早速覚えていきたいと思います。ゴー！あ、いつものようにつみの日々に君が出て、フリーライフリーみんなフリーみんなフリー。どうする？いや、任せるけど。これで来週までに間に合うだけ。うん、感じだよね。今日何曜日？火曜日。でも今週中に覚えたよ。あと1週間相当量ある。だって水木金で金曜日で全部これある程度覚えて、繰り返しの振りが多いから、ちょっと今日やった振りも復習しつつ覚えてって、それで月曜日から金曜日までにちょっとずつこうした方がいいんじゃないみたいな。はい、ということで、はい、ということで、はい、ということで、はい、はい、という、ね、合わせないで、はい、という、なんで違うの？もうやだ。違うか。はい、はい、という、一回静かにしてね。はい。さやが痛い。違う。はい、ということで、はい、ということで、ねえ、もう、さやさんが、じゃんけん、ぽぽ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 ぽ。ポー、はい、ということで、さあ、いきます。はい、もう、ひどくない？さあ、さあ、グー、電気エンポイ、エンコショ、エンコショ、エンコショ。はい、ということで、今回ね、ダンスを練習してみたんですけど、どうでしたか？いやいや、ちょっと話が違う。はい、はい、今日はこんな感じでダンスを練習してみました。じゃあまた明日、ごきげんよう。ごきげんげん。はい、ちょっと一人ね、なんか食べてる人がいるんですけど。誰だよ、マジで。君な。うん。今、学校から帰ってきて宿題を終わらせた状態になります。で、今からリサとね、撮影をする約束があるんですよね。で、今も撮影してるんですけど、それの他に。なので、今からメイクをして、着替えて、髪の毛も少し整えて、撮っていきたいと思います。さあ、プリコ見て。うん。はい、今、髪の毛とか、メイクとか、服とか、全部、なんか、リニューアル新しく違う、着替えました。いろいろしました。で、今から、まあ、ここにカメラがあるんですけど、YouTube を撮ります。ショートです。はい。今 YouTube 撮ってるんで、ショートでお願いします。あ、はい、わかりました。じゃあ、早速撮ります。よし、撮ろう。我らが大学生。まず、あ、1回目ならサングラス外して。休み時間あるある。授業中。かーかー。もう一回でいい？授業中。かーかー。すみません、少し準備に時間がかかります。いい？ねえ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 、この間の鬼滅の刃見たの？え、やばくなかった？ね、え、本当にやばいよね。ね、てか眠くないの？てか眠くないの？授業中寝てたけど。これにいいかな？ある？これ1分経って
で、授業で一緒でガーガーって終わる。髪が伸びる。で、こうなるんですけど、まあこうなっちゃうんですよ。もうちょっと音域を聞いてる。はい、ということでショートを撮影し終わりました。ということで今日の報告はこんな感じでした。イエーイ。はい、今学校から帰ってきて5分です。バイバーイ。今日は2人で撮影する予定がないっていう風にね、もともと決めてたので、それぞれ学校で友達と遊ぶ約束をしてきました。じゃあリサはどこで遊ぶの？とリサは家から一番近い公園で遊ぶ、あそこね。うん、多分3人くらいで遊びます。さやも公園で遊ぶんだけど、家の近くの公園じゃないところで遊びます。なんだけど4人で遊びます。はい、じゃあもうパパッと準備していきたいと思います。 GO! うちは放課後遊び用のバッグをいつも持ち歩いてるんですけど、これは風船のミガムの音です。で、中はお菓子とかお菓子のゴミが入ってます。で、これプラススマホです。じゃあ自転車で遊びに行きたいと思います。ギャーギャー、行ってきます。はい、リサです。で、じゃあ最近お出かけするときも遊びに行くときも最近はこのバッグ使ってます。スマホとお菓子が入ってるだけです。じゃあ行きたいと思います。行ってきまーす。はい、ダンスから帰ってきてちょっとご飯食べたりいろいろしたんですけど、今8時頃ですね。はいはい、宿題もね早く終わらせましたね。りさちゃん、うん、何何で、今日は YouTube でダラシムのやーかずさんっていう人の心霊限界レベル状態岡山県肺のこ星全員みたいなやつを見たいと思います。肺の骨動。最近ホラー系の YouTube 見るのハマってて、マオもいるんですけど今日は3人って女子で頭つけちゃった。見たいと思います。あ、待って、リサちゃん、下っぽまき。今日の友はスライスさん、スライスさんダミ。はい、ということでめちゃくちゃ怖かったね。いや、もうお風呂入れない。それだ、マジで怖い、本当に怖い、本当に怖い。はい、ということで今回は1週間放課後に密着してみました。みんなはね、部活とか習い事とかいろいろしてると思うんだけど、どういう感じの生活をしてるのか気になるんですね。ちょっとコメントも教えてください。教えてください。はい、ということでこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。バイバーイ。パタンパカパタン